今日はここを僕の領地にするから旗を立てるのだ。ずんだもんスキンじゃない。仕方ないのだ。今日はスイッチで遊ぶからできなかったのだ。僕は日本に住んでいるからやっぱり日の丸を用意するのだ。あれ、日の丸模様がついていないのだ。おかしいな。でも作ってみるのだ。あれ、やっぱり日の丸模様がついているのだ。でもホットバーはついていない。設置したら日の丸の旗を置ける。どういうことなんだ。どうも、トライトです。今回の統合版マインクラフトバージョン 1.19.73 のバグは、旗模様をつけてもホットバーやインベントリなどのスロット上では何も模様がつかないバグについて紹介いたします。こちらはナンバーさん他多数の方々からご報告をいただきました。本当にありがとうございます。そして今回はスイッチのみのバグのようです。今回のバグは折り機で旗に模様をつけるときにこのように模様がついていない状態で表示されるというバグです。日の丸が入っているはずなのにここには表示されないというバグです。実際に PC で確認してみるとちゃんと模様が入っています。このようにスイッチのみのバグみたいですね。ただし設置した時はちゃんと模様がついているのでゲーム上はそれほど問題ないかと思いますが、カーソルを合わせないと何の模様かがわからないのでたくさん模様を作っている人は探す時に結構大変かと思います。微妙に嫌なバグですね。これはいつ治るのでしょうか。以上、統合版マインクラフトバージョン 1.19.73 のバグ、旗模様をつけてもホットバーやインベントリなどのスロット上では何も模様がつかないバグについて紹介いたしました。よかったら参考にしてください。模様が見えなくても設置した時には問題なく模様がつきますが、それがどんな模様なのかわからないのはきついですね。見てすぐにわかるように早く直してほしいですね。こちらはスイッチ版 iOS、Android、Win10 版の PC、Xbox 版、PS4 にもあるバグです。それでは以上で終了いたします。ご視聴ありがとうございます。またよろしくお願いいたします。